ハロウィンの喧騒の中、人形は舞台に出会った。紙片に連なるトガキとセリフは自分と同じ。人に作られた怪物の数奇な物語。頼む、私の舞台の主役を演じてもらえないか。舞台、ハロウィンに上演を予定している新作の舞台、フィロソフィアの怪物。この脚本の主役は人に作られた怪物、人形なんだ。舞台衣装早速着てみた。かわいい。一応着てはみたが、私は何かを作ったことがない。だから作る側が何を考えているのかもわからない。予想はしていたが演技がうまくできん。私たちにはまだできることが残ってる。そうだな、ありがとう。目が覚めたよラキシー。必ず救ってみせる。舞台に宿った全ての心を。次回ドラガリアロスト、舞台の上のフランケンドール、そして舞台の幕は開き、人形は心を知る。